わいはボンボヤジの弟ボンジュール。あんさんたちのことは兄貴から聞いてますせ。わいも兄貴にこの大砲を押し付けられたんや。マイヤの兄貴んところへ送り戻したるさかい、乗っておくんなはれ。わいは兄貴みたいなヘマはせんよって。ほんな行きまひょか。弱そうなやつだな。早く倒して先に進もう。ではでは、バイ。大したことなさそうでち。ことでち。注意しろ。敵襲だ。そうなのが出てきたな。俺たちの敵じゃ。弱そうなやつだな。早く倒して先に進もう。楽勝だと思うが、油断はするなよ。時間がないよ。
人が多いな。商業都市と呼ばれるだけのことはある。金持ちも大勢いるだろうし、盗賊からしたら絶好の狩り場だな。ここから船でファラオに行けるはずよ。まずは港を探しましょう。いい商品揃えてるよ。お目が高い。ワクワクです。これ欲しかったんです。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。いい仕事してるです。お目が高い。使わせてもらう。使わせてもらいます。またのお越しを。いらっしゃい。マーケット名物のオーロラシスターズ、私たちのセクシーダンスを見ていってください。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いかがすか？
と言いたいところだけど残念でした。売り切れた。自分は王子だなんて抜かす生意気なガキだったんだけど、ついさっき売れちまったよ。なんですって？エリオットに違いないわ。その子は今どこに？なんだよ、あんたの知り合いか？さあね、こっちも商売だから売っただけで相手がどこの誰かまでは知らねえな。助けて！その子は赤い目の不気味な奴が買っていったよ。あいつが誰かは本当に知らないんだ。許してくれ。許せない。人間を商売の対象にするなんて、あなたみたいな人がいるから。分かった、もうしません、もうしませんから。商売も買います。だから助けてください。赤い目の男。壁抜けをできるんだよな。幽霊と組んだら盗賊の仕事がやりやすくなりそうだぜ。妙な胸騒ぎがする。まあ今はあれこれ考えても仕方ないか。私の故郷のローラントはアロから北に行ったところにあります。港に到着したら道案内しますね。Thank you.
ロの港は我らナバール盗賊団が改めナバール王国の領地となった。あ、やばい。お、なんか様子が変だぞ。俺が誰だかわからないのか。イザベラに心を操られているのか。おい、なんか言ってくれよ。くそ、イザベラめ。この様子じゃ盗賊団全員イザベラの術にかかっているかもしれん。やめるんだリス、今騒ぎを起こしてはまずい。タロがこんなことになっているなんて。ひとまず町で情報を集めてみましょう。マナストーンの手がかりもあるかもしれないしね。声を立ててはいけません。ナバールの奴らに聞こえてしまいます。リース様、実は生き残ったのは私だけではありません。山の中腹、眠りの花畑に行ってください。おい姉ちゃん、酒持ってこい。はい、ただいま。聞いたじゃないか。どうしたんだ、俺がわからないのか。さてはイザベラに。
山の中腹にある眠りの花畑を目指しましょう。この山には魔物がいるので十分に気をつけてくださいね。了解だ。必ず君を仲間と合わせてやるからな。驚くほど手応えがなかったな。警戒を怠らずに進もう。勝利。次の目的地に急ごう。決める。背中は任せたぞ。
後悔しろ。俺たちと出会ったこと。湧いてきたぜ。せっ。カルロットが良すぎてやる。ボーグカーバ先を急ごう。先を急ごう。敵です。どんな作戦で行きましょうか。ではでは、バイビー。せその花しまった
リリス様、気がつかれましたか。ここは秘密のアジト、ナバール盗賊団に占領された城を奪い返すため準備を進めているところです。ナバールが攻めてきた日、私たちは連れ去られるエリオット様を追いかけて城を出たのですが、先ほどの眠りの花畑に迷い込み、不覚にも気を失ってしまったのです。風向きが変わって目を覚ました時にはすでにエリオット様の姿はなく、城も落城して申し訳ございません。いいのよ、みんなこうして生き残ってくれたんだから。リース様、ではお仲間の皆さんがお目覚めになったら向こうの部屋にいらしてください。みんなリース様に会いたがってますよ。よくぞご無事で。ジー、落ち着いて。もう大丈夫ですが。どうすればローラント城をナバールの手から取り戻せるかしら。この人数では正攻法ではナバール忍者軍にかなうはずがない。何かいい知恵はない。すみません、わしは子守役、戦術にはとんと疎いもので。おお、そうじゃ、賢者ドンペリに頼めば何かいい知恵を授けてくれるかも。ドンペリ？そうです、はい。かつて竜帝との世界大戦の時に強大な力を誇るドラゴン族を出し抜き、オルセナの英雄王を勝利に導いたと言われる奇跡の戦術師ですじゃ。その方は今どこに？それがですな、人間ではないのですじゃ。彼ドンペリはコロボックル、ジャドの南ラビの森のどこかにコロボックルの村があるらしいのですが。早速探しに行ってみましょう。お待ちくだされ。コロボックルは大の人間嫌い、まともに言っても絶対やってはくださいますまい。で、どうすれば。賢者ドンペリは人間の格好で言っても会ってくれないので、人間以外の姿、例えばコロボックルになりすますことができれば、あるいはちびっこハンマーといわれる秘宝がバイゼルにあると聞いたことがありますです。それを使えば
うまくコロボックになりすますことができるやもしれませぬ。こっち。ボンボヤジの大砲と同じだ。ボンボヤジを知ってるんですか？彼のいとこのメルシーです。よろしくね。俺たちをバイゼルに飛ばせるかい？お安い御用です。準備はいいですか？いらっしゃい。またのお越しを。